声だったけど。奥から聞こえたな。ちょっと行ってみるか。それは本当なんですか？はい、いつの間にか盗まれていたそうなんです。あれをなくしたなんて綱手様に言ったら、姉ちゃん姉ちゃん、何をそんなに怯えてるんだってばよ。ナルト君、あのちょっと相談に乗ってほしいんですけど。まあ相談くらいならいいけど、何がどうしたんだよ。実は。のお宝が盗まれた？そうなんです。何者かによって赤水晶と青水晶が盗まれてるのを発見して。あれは里にとっても大切なもの。このことを綱手様が知ったら、大変なことになるってばよ。そういうわけでナルト君、水晶探しを手伝ってくれませんか？まあ、姉ちゃん困ってるみたいだし、俺でよければ手伝うけど。ありがとうございます。それで、俺は何をすればいいんだってばよ。まずは、情報集めをお願いします。その中で今回のことを知ってる人がいるかもしれませんから。分かったってばよ。待て。なあ、死ぬ。話は聞いた。水晶が盗まれたらしいな。お前、どこで聞いてたんだよ。怪しい奴なら俺が見た。ね、シノが、その怪しい奴ってば、どこに行った？こそこそした様子で里の外へ出て行った。俺が声をかけたのに無視された。そんなことまで聞いてねえけど。でもそっか、里の外に出て行ったのか。安心しろ、奴には俺の機械中をつけている。なぜなら、怪しすぎて嫌な予感がしたからだ。追うのなら協力しよう。怪しい奴は俺の前にもいるけど。帰る。嘘だって。シノが協力してくれんなら100人力だってばよ。うん、任せておけ。追いかける前に静音の姉ちゃんに声をかけとかねえと。ナルト君、何か情報はありました？なるほど。それなら、君たちは今から犯人を追ってください。私はもう少し情報を集めてみます。わかった。じゃあ早速行ってくるってばよ。虫の匂いは木の葉の外からしている。里の外へ向かうぞ。
どうだ、シノ。意外と近い。この先の丘だ。よっしゃ、一気に行くぜ。あの男だ。そこのお前、ちょっと待った。なんだお前は。お前だろ、里から水晶を盗んだ奴は。なんでそれをお前が知ってる。で、違う、俺はやってないぞ。ふん、自ら白状するとは愚かな奴だ。盗んだものだ、返すわけにはいかねえ。お、悪役らしく仲間を呼んだってばよ。あの程度、俺たちの敵ではない。行くぞ。お。相手になんねえな。あれ、青水晶だけ？赤水晶は？残念だがな、お前たちは赤水晶を取り戻すことはできねえぜ。なんだと？気絶しやがった。しょうがねえ、とりあえず静音の姉ちゃんとこに戻ろうぜ。ああ水晶は取り戻せたぜ。さすがです。でもさ、赤水晶は取り戻せなかったってばよ。赤水晶に関しては私の方でその所在地が分かりました。え、どこどこ。東大元暮らしってやつですね。木の葉の行商人が持っているようです。
木の葉の行商人が？彼は木の葉街道にいるはずです。オッケーだってばよ。それも俺たちが取り戻してきてやる。あのさ、おっちゃんが赤水晶ってのを持ってるって聞いたんだけど。赤水晶？ああ、この前買い取ったあれだな。もちろん持ってるぜ。その水晶はもともと木の葉の宝。我々に返してもらえないだろうか。何？これはそんなに価値のあるものなのか。だったらなおさら返すわけにはいかねえな。そりゃないってばよ。返せないものは返せ。頼むよ、超ハンサムな兄ちゃん。それでも返せん。ちっ、おだててもダメか。どうしたら返してもらえるんだってばよ。ナルト、あの男、おだてに弱いようだ。おだて？でも、さっきおだててもダメだったけど。お前があの男に向かってハンサムと言ったとき、俺の虫が大きく反応した。虫？お前が飼ってる虫のことか？人の感情に反応する特殊な虫だ。おそらく間違いはないだろう。おだてに弱いか。よし、一丁試してみるか。あの男は短気な部分もあるようだ。慎重に褒めてやらないといけない。俺さ、前から思ってたんだけどさ、おっちゃんって、なんだ、嬉しいこと言ってくれるじゃねえか。やっぱそんなにかっこいいとさ。いや、確かにな。おっちゃんみたいな人をさ、なんだよ、よく分かってんじゃねえか。だからさ、そんなおっちゃんが人が盗んだものを持ってるなんていけねえんじゃねえのかな、なんて思ったりするんだけど。もう一息だ。俺、おっちゃんのこと尊敬してんだ。だからさ、俺の負けだぜ。そこまで真剣な目を向けられて断れる俺じゃねえ。ほらよ、おっちゃん、やったな。あとはこれをしずねの姉ちゃんのとこまで持っていくだけだってばよ。
ちゃん、赤水晶返してもらったってばよ。やりましたね、さすがです。これでなんとかなりました。これでばあちゃんに怒られないで済むな。ええ、助かりました。いや、どうやら遅かったようだ。え、スズネ、いないと思ったらこんなところで油を売っていたか。スズネ様。スズネ、ちょっと話をしようか。いろいろとね。ばあちゃんに連れて行かれる姉ちゃんか。あんまり見られないってばよ。今日はなかなか面白かった。そうだな。お前と一緒に行動するなんてあんまりないからな。貴重な体験だった。礼を言う。